おはようございます。2021年10月24日日曜日の朝です。今日の体重は 64.45 でした。体脂肪率は 37.3% です。これからですね、昨日お話ししたんですけど、豚肉きのこカレーボツにしちゃったので、なのでもう一回作らなきゃいけないなってことで、またキノコ王国にですね、キノコを買いに行こうと思います。なんかすごい髪の毛とかもぐちゃぐちゃ、適当に出かけちゃったんで、このまま帽子かぶっていきたいと思います。行ってきます。私は3分の1くらい食べます。きのこラーメン味噌味食べます。今日は日曜日なのでディアードパパでスイーツ買いました。ディアードパパと森永のコラボの小枝シュー、こんな感じ食べます。帰り道にまた寄り道、道の駅ウッドナイコに来ました。野鳥の楽園って言われるくらいすごくたくさん野鳥がいるんですけど、残念ながら今日はいなっぽいですね。雲が映ってる。魚ですよね。あ、すごい。お、魚。ナマズみたいな。ナマズですか。なんだろうこれ。なんかヒゲ生えてます。大きい。びっくり。展望台に登ったら結構いました。今日の夜ご飯です。きのこ王国で買ってきたきのこおこわ、昨日の残りのなめこと豆腐と長ネギのおつゆ、納豆、トマトとアボカド、きのこ王国で買ってきたきのこかまぼこ、サバ、大根おろしに塩昆布のっけです。はい、っていうわけで今日も一日が終わりました。今日はですね、朝からキノコを買うためだけにちょっとキノコ王国の方に行きましてですね、で、いつものごとく私はキノコラーメンしかあそこ食べないんですけど、キノコラーメンを食べて、お家で食べるためのおこわと、あと今回かまぼこですね、買いました。それでその後ですね、まっすぐ帰ろうって思ってたんですけども、ちょっとあの天気すごくよくってですね、結構綺麗だったのでドライブしていこうかっていうことで、聞いたことある人多いかな、苫小牧っていうところが近いんですね。港があって、海の玄関口って
北海道の海の玄関口ってよく言われるとこなんですけど、そこに結構大きいイオンがあるので、そこのカルディにちょっと買い物があったので寄っていきました。でそこからですね、すぐ近くの、多分10分もかかんないかな、そこからイオンから10分くらいのところのウトナイ湖の道の駅に寄ってきて、私子供の時に白鳥見にですね、自分の親に連れてってもらったことはあるんですけれども、大人になってから行ったの初めてだったんですね。でまさか道の駅になってるなんて思ってなくてですね、結構なんか綺麗だったので楽しかったです。で本当はもう子供の時行った時はもう湖のところに白鳥がわーってたくさんいて、まあ、昔なんで野鳥に餌あげちゃダメとかも特別うるさい時代じゃなかったので、そこでカッパエビセンとかをですねあげてった思い出があったので、そのつもりで湖の方に行ったんですけど、すぐそこにいたのは鯉だけでしたね鳥は全然いなかったんですけど、展望台からは見えたので、まあ、朝方とか行った方がきっとたくさん野鳥がいるのかなとかって思いました。今度また近々ですね、うちからだと多分30分くらいのとこなんですよね。なのでなんだろう、すごいですね、うちから30分くらいであんな野鳥の楽園があったんだってなんか思いました。なので今度行ってですね、ちょっと歩ったとかもできそうだったので、ちょっと行ってみたいなって思いました。で今日ですね、本当帰ってきてからもう絶対夜運動しようって思ってたんですよ。ヒットしようって思ってたんですね今日は。なんですけど、すいません、めちゃめちゃ疲れちゃってですね、もうなんか髪も朝からだったんですけどぐちゃぐちゃだし、もう帰ってきてからもうお子さんの中から出られないくらいずっとなんかダラダラしちゃったんですよね。なので今日はもう本当何もしないで早めに寝ちゃいたいなって思いました。それできっと明日朝からできたらやりたいな、運動やっちゃいたいなとかって思ってるので、ちょっとやろうかなって考えてます。もし朝できなかったら夜には絶対やろうって思ってます引き続き朝ごはん抜きの16時間の断食はずっと、今日で3日目だったかな、4日目だったかな、続けてます。体調どう変わったかって言ったら、やっぱりお便は結構割と綺麗に出てるっていうか出てるんですけど、そうですね、どうなんだろうな、朝ごはん抜くのがでもまだ慣れてない感じはするので違和感あるんですけど、体重の変化も太ってはないですよね。ただずっと停滞はしてるので、もうちょっと様子見ようかな、うんって思ってます。で夜もですね、ちょっと久しぶりに朝ごはんみたいに夜ごはん、になっちゃったんですけど、ちょっとバランスよく食べたかったのでちょっと食べました。であと日曜日っていうこともあったので、今日はちょっとスイーツなんかも食べたんですけれども、また明日月曜日からですね、ちゃんとご飯のことも考えてバランスよくですね食べていきたいなって考えてます。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。ではまた明日お会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。またねー。